ソフィア・セルゲーブナ・ナビリコワは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、アンドレイ・フィロノフ。2011年フィンランディア派優勝。1994年モスクワ生まれ。2001年にスケートを始める。2006から2007シーズンから、ロシア国内の競技会や、近隣国開催の国際競技会に出場するが、 同世代のロシア女子選手に比べ目立った成績はなく、大きな大会と目される CIS クリスタルスケートや、ロシアジュニアフィギュアスケート選手権への出場もない。2009から2010シーズン初めのモスクワでの競技会優勝を認められ、ジュニアグランプリシリーズ最終戦に出場し2位の成績を残す。また、ロシア選手権に初出場する。 翌2010から2011シーズンにはシニアの国際競技会に出場し、ロステレコム杯にて開催国推薦ながらグランプリシリーズ出場を果たす。2011から2012シーズン、ロステレコム杯では SP、FS の両方で自己ベストを更新し4位。シーズン終了後に4箇所を骨折した。2012から2013シーズンのロシア選手権は、 自己最低の17位に終わった。2013から2014シーズン、ユニバーシアードで優勝。シーズン終了後、アレクサンドル・スティパノフと組ペアへ転向することが発表された。2015から2016シーズン、アンドレイ・フィロノフとペアを結成。クセニア・ストルボは、ヒョードル・クリモフ組の補欠出場だったが、12組17位に入った。詳細詳細。 ありがとうございます。